シーズン20、いろいろと思うところがあると思います。それでは本編です。キルポが入るようになった、かつ全員ルーキー4からのスタートなので、みんな激戦区に降りる。今シーズンのランク、はっきり言って神ですね。 SNS 等でもあまり悪い意見を聞かない気がします。何がそこまでいいか、まずは普通にランクマッチであること、そして何よりキルポイントが初動のファイトからしっかり入ると、そのキルポは破格の10ポイント、フルパを壊滅させられれば、それだけで30ポイントも初動からもらえるという仕様が素晴らしいですね。プラス全員が全員ルーキー4からのスタートというね、まあ、全員に公平かつ納得感が非常にあるランクだということですね。はい。ただね、この非常にいいシステム2つが合わさったことによって、現在の Apex にはとある問題が発生していると。まあこれはね、この動画をご視聴いただいている皆さんにも気をつけていただきたい、いわば注意喚起のようなものです。ではその問題とは何か、激戦区ウキウキジャンプ多発問題ですね。はい。20パーティー中11部隊くらいは、ウキウキジャンプをして初動激戦区におり、そのまま死んでいくと。危機感足りてない。はい。現在の流行りに乗っていくスタイルでお届けしておりますが、こんなことを語ってますが、無論ね、私露国も危機感足らずに低ランク帯だからと生きり散らかしランクを進めておりました。その結果、現在ランクマッチを約100戦行ったところ、 KD は 0.75、 太めのボールペンです。はい。5年目ですよ。さすがにね、5年目の APEX 人生、さらにシルバーというそこまで高くないランク帯での太めボールペン KD はなかなか心に来るものがありますね。まあ皆さんにはね、こうなってほしくないと、故にウキウキ初動激戦区運ゲー折りをやめましょうねということなんですね。うん。ただね、ウキウキ初動ジャンプをせずにしっかりとランドマークを見極め、空いてるところに折り漁る場合、これにもね若干問題があると。その問題とは何か、暇です。ひどい試合では序盤に10パーティーほどロビー送りにされ、中盤でもう6、7部隊くらいしかいないなんてこともザラです。まあとにかく減りが早くて、さらに漁夫も早いと、皆さん銃声のところに集まっていきますからね。はい。皆さんのウキウキ具合がこれで測れますよね。ただね、このウキウキジャンプの多さ、そして減りの速さ、両方ともね、ランクの上昇とともに全員が危機感を持ち始め、なくなっていくものだとは思うんですけどね。5周年記念のイベント、ワットソンのスキンだけ段違いで可愛い。皆さんは今回の5周年記念イベントを課金しましたか？私ロコカ、現在欲しいスパレジャが特にもない、かつ奨学金の支払いが残っておりますので購入を控えている段階ではあるのですが、まあ非常にね魅力的なスパレジャシャドウ、そしてスキンのラインナップたちです。特にねこのワットスキンいいですよね。うん。ワットソンのスキンは本当に当たりが多いです。まあ他にもね、カラーランに参加したレイス、絶対にハーレーに乗ってそうなヒューズ、そしてバッドホップの解散ライブに行くクリプトなど、まあワット以外にもね魅力的なスキンが多数揃えてあります。もちろんね、私ロコカ推しレジェンドミラージュの、ウルトラマンなのか何なのかよくわからないスキンを購入いたしました。まあね、買ったんで、まあ別に悪くはないんですよ、デザイン的に悪くはないんですけど、このスキンを装備した際のバナー、これご覧ください。これもどっちがスパレジェでしょうか。ほぼねスパレジェと変わらないような様子をしてしまっていることに非常に戸惑いを隠せないといったところなんですが、まあただねこれはこれで可愛くていいかなとは思いますけどね。あのレジェンドのお話、シーズン19で最もピックリ座が低かったレジェンド、何かご存知でしょうか。かつては江戸時代の徳川家のように栄華を誇り、ワンパーティーに一人は絶対に彼、もちろんエーペックスの最高峰、競技シーンでも数多くのチームから懇意にされていた彼。ただ圧倒的弱体化とかいうレベルではないですね。神という名の運営にその能力のほとんどを奪われ、使用者が激減してしまったあのレジェンド、そうシアさんですね。このシアさんがシーズン20開始直後からとんでもない数見るわけです。まあもちろんランクマッチにもシアいますが、もっとひどいというと若干の語弊がありますが、まあ大量生息しているのが現在の限定モードであるストレートショット。ストレートショットはね、こう運営さん的には初心者の方でも気軽に、なおかつ実践的なマッチをサクッと楽しんでもらおう、まあそんな意図で作られたんだと思いますが、本来の目的で使っている人ほぼいないでしょう。あそこはシアのレジェンドチャレンジを終わらせる場と現在は化しております。全員が全員シアをピックしたがっているために、ファーストピック権を獲得した時じゃないと使うことができないと。もちろん敵パーティーにも必ずと言っていいほどシアがいるので、シア浴びをこれでもかと浴びせ続けられますし、至る所でシアのウルトを見かけることができます。はい。シーズン10にタイムスリップでもしてしまったんでしょうか、そのレベルでシアがいると、もうとんでもありません。グラフで見ていただくとシアの多さを実感できるでしょう。
こちらがシーズン19、まあ、前のシーズンまでの1試合のピック率ですね。まあ最下位なんで 0.6 ぐらいでも妥当でしょう。でこれがシーズン20のピック率と異常です。はい、ちなみにパーセンテージで言うと、1217% の増加だそうです。 1217% です。まあ7分で驚いていた本田圭佑が聞いていたら、まあ普通に失禁するレベルでしょうね。で現在のピック率ランキングは大人気レジェンドのオクタン・レイスを抑え、視野が堂々の1位と、まあ、もちろんね皆さんご存知のところと思いますが、このピック率はフラットラインのスキンを獲得するための、まあいわば虚構の数字。この視野のレジェンドチャレンジが終わったらすぐに過去の 0.6%に戻ってしまうでしょう。でね、まあ話を少しこのレジェンドチャレンジに移したいんですが、どうでしょう、結構めんどくさいですよね。うん、このね視野で5マッチプレイするとか、まあ、2500ダメを与えるとかまだマシですよ。まあやっていればいくかなくらいのもんです。ただね一つ厄介なものがありまして、それがフィニッシャーを3回するですね。はい、このミッションがなかなかにくせ者なわけです。まあもちろんですが、普通にエーペックスをプレイする上でフィニッシャーなんてしないでしょう。敵を倒した後にフィニッシャーができる状態にある、つまりダウンタイになっているということは、まあどこかに残党がいてね攻撃したりしてくるかもしれないと。まあそんな状況で敵のダウンタイの前に立ちフィニッシャーなんて普通はできっこありませんよね。まあ行うとしても、丸1数秒の隙があったとしても打たれない状況である。丸2相手がノックダウンシールドの達人であり、左右のフェイントが効く気配がない、この2つの条件が合わさった時のみでしょうね。まあたまにいらっしゃいますからね、ノックダウンシールドの達人、あの格殺をなかなかね入れさせてくれないプレイヤーいますけど、はい。まあなので、まあ普通は難しいというかほぼやらないと。ただね現在の視野はどうにか2週間以内、いやというかまああと1週間くらいですかねにフィニッシャーを3回もしないといけないと。まあなのでね、ストレートショットなんかでダウンタイになった暁には血まなこになってフィニッシャーを仕掛けてきます。はい、もうダウンタイのことはフラットラインのスキンにしか見えてないんじゃないですかね。うん、まあ怖いですね本当に。ただね、まあ考えてもみればほぼ全員フラットラインのスキンが欲しい、そんな純粋な心でね使いたくもない視野を使いリスクを犯してまでフィニッシャーをすると。なのでね、まあ敵を倒し余裕がある場合は味方の視野さんにダウンタイを献上しフィニッシャーをさせてあげると喜ぶかもしれないですね。まあすると次はね自分が視野の際誰かがフィニッシャーを譲ってくれるかもしれないです。そんなフィニッシャー推進委員会の輪を広げていきましょう。エヴァあまりにも暴走が過ぎる。今シーズンからケアパキに行き強化強い強いと騒がれているこちらのエヴァですが、この子は一体強いんでしょうか。私も実戦で何度か使用しました。キルを取ったこともあったとは思います。ただ難しくないですか。もうねあまりにもレートが高すぎる。あのレートで動いている敵を追うなんてことは不可能です。敵に近づいて意気揚々とエヴァを撃つものの、レートのせいで敵を捕らえることはできず、その結果敵の周囲で爆竹を鳴らし死んでいくだけの人と化すと、賑やかし要因でしょうか。なんかね話によると、現在のエヴァは通常湧きしていた頃よりもダメージが下がっていると、まあ、理由としてはレートを早くしすぎた結果、元のダメージだと、まあケアパケとはいえねあまりにもぶっ壊れなのでダメージを下げたと。だったらもうちょっとレート遅い方が良くなかったですかね。前回ね EA さんの案件をもらって初めて動画を作らせていただいた手前、こんなことは言いたくないですけど、まあ、ちょっとふざけて作ったんじゃないかなと。あの武器は絶対に、まあ、これ早すぎるだろうとか言いながら作ってたと思いますよ。じゃないとあんなねふざけたレートにはならないんじゃないかなと思うんですけど、まあ私個人的な意見にはなりますが、これを制御できてしっかりとね性能を活かせる人は少ないんじゃないかなと思います。パチンコのエヴァ暴走は嬉しいですけど、エヴァ8の暴走はちょっとどうにかしてほしいものですね。あまりにも今シーズンが好評のため逆にちょっと気持ち悪い。Apex の動画を上げている六国としては、シーズンが好評というのは、まあ、非常に嬉しいことですよね。やはりプレイ人口は大いに越したことはないですから。前回ねあのシーズンが始まって1本目の動画をアップさせていただき、数多くのコメントをいただきましたが、非常にね従来のシーズンと比べて好評の声が多かったかなと思います。まあ久しぶりに戻ったランクマッチもそうですし、パークシステムも好評。新シーズンといえば恒例の偶発的かつ意図しない挙動もないと。どうしちゃったんでしょうか EA さん。何でしょうこの不良生徒がちょっとだけいいことをした時みたいな感覚、まあ、いつもはそこを不良だけど体育祭合唱コンクールの時には人一倍頑張り気合を入れ真摯に臨むヤンキーたちいますよね、まあ、僕の中学の時のクラスにも気合の入れ方を間違えたヤンキーが合唱コンクールの自由曲に完全感覚ドリーマーを提案してきましたね。はい、背景15の君へからの完全感覚ドリーマーは、まあ、あまりにも落差がありすぎて却下されてましたけど、話が脱線事故を起こしてしまいました。でも今回は本当にそこを
良好ですね。以前のシーズンのようにランクポイントがなくなってルーキー4から再スタートを切らされるみたいなバグもないですし、システムそのものもだいぶ受け入れられていると、まあジョイタイはやはりチーターがいるみたいですが、まあそれはねいつものことなんで、まあまあとして、はい、ちょっとね今まで毎シーズンランク制度が変わるというふわふわした仕様だったんで、これを機にねランクも固定していただいて、ダイヤマスタープレデターの価値をね今後一律に担保してくれると嬉しいかなと思います。というわけでシーズン20に皆さんが思うであることをいろいろお話ししていきました。まあ、ちょっと最後お知らせなんですが、2月の22日に、芝赤メイン6国の3人でエペ祭りに出場することになりました。いやー念願のエペ祭り初出場です。嬉しいですね非常に。のでね本番は配信予定でございますので、ぜひね配信を見ていただいて応援してくれると嬉しいです。というわけで戦場でお会いしましょう。6国でした。